ウィスコンさんです。今回ですね、ブロスターにアップデートが来たんですけど、いろいろとバグってる。まずね、このコーデリアス、まだリリースはされてないんですけど、今一個えぐい懸念点がありまして、このウルトですね、命中すると自分と敵を8秒間闇のテリトリーにワープさせるっていうのがあるんですけど、これを用いたこれを悪用するとブロスター崩壊します。ブロスター終わります。まあちょっと見せていきますか。はい、ちょっと今サブアカ動かしながら、本体も動かすっていうこの高等テクニックを使ってるんですけど、まず真ん中行きますと、2人でこう野良設定でティックは回復が早いんで、こう2発撃つとウルトが溜まりますと。なんで、これ1-0、はい、これ今ね誰にも見つかってないです。これ2人だけの空間なんで、2人がどこにいるかもみんな誰も分かってない状況なんでもうこれずっとしてたらさ、もう絶対1位か2位確定するから、もしくは、まあ、これを使ってない人は絶対死にますと。これリリースされる前にこれがバグこのバグが直ってなかったらマジで終わります。なんで運営さん、この動画見てマジで直してくれ。でこれの対策方法ちょっとみんなで考えたいな。はい、対策方法で言うと、これね、ウルト中、これさ、闇のテリトリーにいる時間にウルト打ったらどうなの。これあ、やっぱ継続されるんか。あ、もうこれやばいっす。ずっと誰も見えないようになるから。はい、もうこれもう終わりっすね。まず、一つ目、ウルト中にウルトを重ねてはいけない。はい、重ねられないようにしてください。あ、これ重ねるともう一生できちゃうんで、これで。二つ目なんやろ、時間をもう6秒とかにした方がいいのかな。それか、まあ、ウルトの回転率を下げるかなんですけど、まあ、ウルトの回転率下げたところでやな。これどうしよっか。これ俺ならどうやって解決しよっかな。もう普通にインターバルとかつけるか。なんか3秒間同じ時期には攻撃できませんみたいな。でもそうでもせん限りマジで止まらないんで、これはちょっとマジで早く修正は欲しいところですね。これリリースされる前に修正されなかったらもう俺怒るよ、マジで。ガチで。おい、何しとんねんと。早く止めてくれと。これ注意喚起の動画なんで、はい、皆さん一応真似はしないように。さあ続きまして、サッカーの壁貫通ですね。まあこれはまあ何回かあったんですよね、このバグ。まあ一応ね、まあなんですけど、一応解説すると、延長タイムになるとここの壁が貫通するようになると。で一応ね、敵の攻撃も貫通するんで止めれるんですけど、ここからのシュートはガチで止められんこれ一応マルチでも使えます。はい、続きまして2つ目のバグですね。もう楽しくなってきたね、ここまで来たら。まあ、2つ目のバグは、まあ、棒の地雷が無限に溜まるこれさ、結構ツイッターとかで、いやお前そんな溜まったところでと言う人もいると思うんですけど、意外とやばいぞこれ。なんか意外とウルトって結構1個だけ残ったりすることってあるんですよ。まあ、コートの隊とか、なんか本当に上手い人と戦うときあれないけど、まあ、俺ショートで動画出した通り、棒の地雷解除できないよね。絶対こういう人多いと思う。なんで、こうなんか、意外と壊せなかった地雷が残ってたりしたら結構やばい。実はこれもこれで結構大変なバグですね。こんな感じで無限に溜まるからこれ。もうどこまで溜めれるんだよ、ちょっとやってみるか。はい、ガチで無限もう無理やもんな。これもう無限でしかないもんな。これアプリとか落ちないぐらい多分処理がね結構軽いんで、これ無限っすね。はい、これおもろいな。これも黒歴史に残んな絶対。はい、2匹目はですね、なんとゲイルが最弱のゲイルと言われてるゲイルなんですけど、ガジェットで自分も飛ぶようになりました。これはね、下方修正ではあるっちゃあるんやけど、使い道によっては意外と緊急脱出装置で使えたりするんで、まあ、悪くない。正直直さなくていいレベル。はい、もう今ね、もう泣く泣く動画撮ってるから。今だって公認がさ、バグを用いてトロフィーを上げてはならぬみたいな風潮あるじゃないですか。なんで俺注意喚起、俺の立場を削ってまで、俺の命を削ってまでもう動画撮ってるということで、まあ、そこらへんちょっと把握してもらいながら、そうやるか言い訳はもう済んだやるか、ちょっとやりたい方で暴れちゃうか。でウルトをこの辺に置いときますと。でモーティスはほんとずっと右にいてください。お前すぐ解除するから、地雷お前絶対来んな、ガチで。なんか待ってんな、あいつ俺がワープすんの。これ行かないようにしながら、でこれモーティスやられんな、これ。あ、終わった、マジで終わったけど、あ、地雷がガチでないっす。なんで誰にも当たってないの。違う、スツーとモーティス、ちょっと良くないなこれ。地雷引っかからないトップ2やんこいつらちょっと相性悪いんだが、
まあいいや、一旦じゃあこいつこの辺にいるの知ってるんで、で、まあ、スツーがね、ちょっとスツーをもっと圧出しながら、お前踏ませないようにしながら、で自陣に置いたらもっとウルトはたまるんやけど、でもどうせならさ、ちゃんと使えるウルトを置きたい俺は。でこの辺にも置きつつ、オッケー、今何個溜まってる、なんか6個ぐらい溜まってんな。でここでガジェット使って一気にバフかけていきますと。で試合もう待って、お前2つ解除すんな、解除するなら引っかかれよマジで、いけいけいけ、えぐい、全然当たってないよ、え、あの量やぞ、あの量ぶつけてんやぞ俺、うっそだろ、え、あの量があんなじ地雷置いたのに、え、もしかしていっぱいやっても意味なかったりする、いやモーティスが引っかからないならわかるんやけど、モーティスが引っかかってポコがなんで引っかかってないのあれ、まあ、スツーもギリわかるけどさ、おい、あんなピカピカしてなんで当たってないのこれ。はい、バグを使った人間はこういう残酷な結果になるっていうことっすね。はい、神様はちゃんといる。はい、そして最後はですね、ゲイルの、ガジェットなんですけど、これね多分もはや運営が狙って調整したんちゃうっていうぐらい、実は情報修正ですね、これもう間違いなく。まずこれ自分がジャンプすることで、これはちょっと良くないパターンなんですけど、まあモーティスにはちょっと弱くなったんですけど、まあ本来はね、モーティスと戦うときはガジェット置いて台風の真ん中にいたら、まあ、全部避けれたんですけど、まあそれがちょっとできなくなったぐらいで、他はもう全部情報修正ですね。なんならB の強化弾もダイナマイクのガジェット、ウルトもね全部避けれるようになりましたと、まあ、それはもう確実に情報修正やから、もうこれ一旦倒してあげて、でダイナマイクが多分ガジェット使ってくるはず。はいはい、これ避けちゃって、はい GG いやこれは強い、これができんのも実質は一瞬無敵になるからね、これガジェット使った瞬間、まあガジェット使って、まあ、台風に触れたら無敵になれるんで、もうこれはね間違いなく強くなったんじゃないかなと。でこれは一応待って、ガジェット打ったの俺、ちょっとだけタイムラグがあるのかな、なんか打ってすぐではない、ちょっとだけタイムラグありのジャンプして無敵になるって感じなんで、まあ、そこだけちょっと注意かな。やべえ、もうガジェットなくなったでもこれはね、まあ、ゲイルにとっては革命的ですね。現在ゲイル全キャラでいっちゃん雑魚と言われていても過言じゃないぐらい雑魚いキャラクターなんで、まあ、こういうなんか一風変わった修正で、まあ、強くなるっていうのもありなんじゃないかなと思いながら、さあこれ一応ウルト打てない。はい、ということで、このコーディアスのバグ、そしてボウの無限地雷、そしてゲイルのジャンプ、最後に壁貫通サッカーのね、もうこれちょっと早く修正をしてほしいんでね、ぜひ皆さんもね、運営の方にお問い合わせとかね、ツイッターで DM ぶん投げて、こういうバグ出てますよっていうのもね、ぜひ報告してみてはいかがでしょうか。ということで今回ご視聴ありがとうございました。